おはようございます。塚原農園です。今日はネギの補助に来ております。前回はこちらの一発目に植えた夏扇4号と大河のとどろき、そしてこちらの夏扇4号、後口の夏扇4号と下仁田ネギ、赤ネギ、紅染めネギ、などをから生えている草を取りました。この成長の差、少し植える時期をずらすとこれだけ成長に差が出てきていますね。前回はこの株元から生えている大きな草を草取りしたんですね。で、全部運び出してこちらの車が通る通路、こちらに運び出しておいて、このまま放置して枯らしておきました。はい、そうすると今度はまた新たに小さな雑草が生えてきます。今までこのような小型の管理機を使ってネギとネギの間、こちら株、畝間ですね、こちらの方は通路となっているところ、これで管理機で走らせて、ロータリーの爪の幅がだいたい45センチからまあ50センチぐらいですね、は届くんですけれども、株元はできませんでした。そこを草取りしてたわけなんですけれども、土を跳ね上げる土上げとかをせずにやっていたんですね。まあ理由としては、これから夏に向けて気温が上がってきます。この畑の温度が、土が温まると、このネギの株元までがっつりと土を寄せてしまうと病気が多くなってしまうんですね。ちょうどこのネギの分岐しているところ、この辺ですね。前回はまだ 2,3 センチしかありませんでした。最低でもこの分かれているところと、この土のところの高さが 2,3 センチ常に空いていないと病気が多発してしまうんですね。で、あれから草を取ってあげたことによって、で、肥料もあげましたので、このように分岐しているところが今10センチまで高くなりました。成長したんですね。今まではただ耕すだけで、少しここがくぼんで植え付けたところが V の字に一段下がっていましたので、ここを耕したものを少し埋め戻してあげるという、草を取りつつ耕して、で、土を埋め戻すという埋め戻し作業ということをやっていたんですけれども、今度は土上げ、土寄せみたいなことをやっていきます。ここ今平らな状態です。管理機を走らせたので少しこう線は入っていますが、まあ、大体このネギの株元とこの通路、すべて畑が今ちょうど平らに水平になったような状態です。で、今まではこれがですね、土を寄せることができなかったので、この株元に生えている細かな雑草というものは、手釜を使ったりクワなどを使ったり、とても草取りが大変でした。ですが、今度はこちらの方はがっつりと高さが上がってますので、土を寄せることができますね。で、2、3センチ開けとけばいい。で、今高さが株元から10センチぐらいまで分岐しているところがありますので、7、8センチぐらいは土がもう寄せられます。ですから、ここにある土を今度はこちらの管理機の爪を取り替えて、土をこう跳ね上げることができるんですね。だから今このように細かく生えている、低くロゼッタ状に広がるね、このような雑草は土をこう管理機で走らせて飛ばしてあげた、このここの通路の土をこのようにパッパッとですね、このようにできるんですね。土を上にかけて埋め殺しをすることができます。いちいち取らなくてもいいやり方に今度は変わってきますので、今度は草取りがだいぶ楽になってきます。一応土を跳ね上げて被せることはできるんですけれども、ピターッとですね、ここが、まあ、いくら水平とはいえ多少ないとも足跡がついていたり、そこへ管理機を走らせると
こうたまにデコボコってですねするんですね。その時にロータリーの刃が少し微妙に浮いた時に土が寄せる量も多少ないとも多いところもあれば少ないところも出てきます。その少ないところに生えていた草が土がかぶさるが少ないとやっぱり残ってしまうので、ところどころやっぱり手で必要抜いたり、まあ、土を寄せたりいろいろと、やることあるんですけど、それでも十分ですね。今度の作業はだいぶ楽になってきます。こちらが大変だったんですね。はい、まだ植えて間もないのでとても細いです。今菜箸ぐらいの太さです。でこのように株元が分岐しているところもまだ 2,3 センチしかないんですね。ということで今までやっていたように、こちらはこのロータリーの刃というものをちょっとお見せしますね。はい、これが通常ついている耕運爪というものです。土を寄せたりすることはできません。ただ耕すだけです。この幅が今2つついてるんですけれども、幅がだいたい45センチぐらいになってます。それを今までここを通ってただ耕してただけだったんですね。で土はこう寄せることはできません。パンパンと横にですね、飛ばせば株元まで土が寄れば楽なんですけれども、寄せてはダメだということなので、どうしても手釜でやるしかなかった。ということで今度はこれを切り替えていきます。先ほど動画で最初映っていたところはここをですね、耕しておりました。それをこの普通の耕運爪ですね、ただ耕していただけなんですね。で草が残っていましたので、あちらで今アズチャンネルさんが大きな草を取っておりますが、ああいった作業をしなくてはいけないんですが、今度は楽ですね。この今度は耕運爪を2つとも外します。外したら今度はこちらの土上げ専用の刃に取り替えるんですね。じゃあこちらをちょっとですね、まあ、家庭菜園の方にはなかなかこういったものは使う機会はないとは思いますが、なかなかお見せできることもないと思いますので、まあこういったものもあるよとですね、男性の方は特にこう機械が好きなんじゃないでしょうか。こういう、ここ今ピンを外したい。これですね。ピンが刺さっていたんですが、今取りました。そうするとこの爪が、ここに取り外しができます。これが1個25センチかな、 22.5 かな。はい、これ2つ合わせて、まあ、45センチになるということです。これ左側ですね。刃が内側に向いてます。だから土は上げられないんですね。まあ、反対につけてやるものではありません。中高専用なので、刃を反対にして土を跳ねるようなことはするとこの管理器本来の使い方はありませんので、これ痛めてしまいます。ですからこれを今度外して取り替えます。外しました。で今度つけるのはこちらです。はい、刃の幅が広いですね。土をがっつりと巻き込んで脇に遠くに飛ばしたいものなので、このように刃が広いんですね。幅が広い。そしてこの形状も湾曲しているこの先端の刃先の角度も結構曲がってます。はい、このぐらいの幅に今度は狭くします。かなり狭いですね。これは2つ足しても25センチしかありません。ですから1個 12.5 ぐらいですかね。はい、これ2つ足してちょうどようやくこの今までついていた爪1個分になるんですね。このように外側向きにですねになってます。刃がですね、これをつけます。新しくここへこのように取り付けるんですね。はい、どうでしょうか。今までついてたのはこちら、幅が広いですね。ただ耕すだけ、ここが幅がちっちゃいです。で刃が全部内側に向いております。この中は、まあ、こちらに向いているんですけど、外の刃が内側にと向いていることによって外に飛ばさないですね。で今度はこう違いますね。全部外側向いてます。刃が外に向いてこれ曲がってますよね。ですがこれでつけて耕すと、今度はバッとこちらの、今度はここに使うんですね。はい、こちらの大きく育ったネギに
パッと左右左右とですね、均一にバーッと上に飛ばしつつ、上からこう落とすような感じにしていきます。これを土寄せですね。土を寄せてあげるような作業ね、便利ですね。だから管理機を何台も用意しなくても、これ1台あれば歯だけ取り替えればいいわけですね。管理機はとても高いです。20万30万とするんですが、ある程度の馬力があれば、この歯1個交換するだけで、爪ですね、爪を交換するだけで、安く済みますね。はい、ということで今度はこれを切り替えて、こちらの、大きく成長した長ネギ、タイガのトドロキと夏奥義4号の方で、作業をしていきます。もう一度やる前に、はい、歩くところも結構ちっちゃなものが生えてますが、はい、株元ですね。問題は株元です。ここが手でやってたのが大変だったんですね。まあ、ネギをやられてる方はよくわかると思うんですが、ここだけはですね、夏場の管理は、秋になってしまえば大丈夫なんですけど、夏場あまり土寄せができないので本当大変ですよね。で、除草剤も年々効いてこない。雨がドシャッと降る。せっかく除草剤を撒いたと思ったら、翌日に雨がダーッと降って、水がここがですね、冠水したり、流されたり、コーティングされてる層がみんな流されちゃって、2、3日すると、除草剤やったり、あ、また生えたとかですね、経験ある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。これ、流状タイプのものですね。撒いたり、液剤タイプも撒いたり、どっちも同じですよね。ということで、私はもう除草剤は使わないんです。年々の集中豪雨によって、流されてきた種がたくさんある。で、時折、降る雨も昔と違って、一気に降りますね。それで効果がないのであれば使わない。だったら耕すしかない。物理的防除ですね。に切り替えたというわけです。じゃあ、こちらの、はい、株元から生えている雑草ですね。これよくちょっとご覧ください。こんな感じです。これをじゃあ今から走らせてみて、どれだけ雑草が株元のものが抑えられるか、ね。変化をご覧ください。管理機で今走らせてみました。この大きくなったネギのところ、今度は、はい、中央が少しほんのわずかなんですけれども、周りに比べると 4,5 センチぐらいですね、少し下がりました。で、ここにあった土を両サイドに土を跳ね上げて寄せたんですね。土寄せ作業ですね。どうでしょうか。先ほどはこの通路もびっちりと生えていたんですが、一番問題となっていたのが株元ですね。はい、ちょっとアップしてみます。はい、どうでしょうか。はい、草がもう大体ほとんどもう抑えられてますね。
まあ、ところどころ中には大きい草もありますので、そういったところは被らなかったもので飛び出しているものは、後から手で引き抜いたりして、簡単に取り除くことができます。で、ここですね、ちょうど分かれているところ、完璧に埋まってませんね。ここがですね、ここがだいたい2、3センチぐらい、夏の間は常に開けといてくださいということですね。ここまで土が被ってしまいますと、高温によって病気が発生してしまうので2、3センチ開ける。で、これを土寄せをしてあげて、また日数が経てば成長してきます。この分岐しているところがだんだんまた高くなってくるんですね。そしたらまた土を寄せられるスペースが空くということで、その間にはまた草が程よく生えてきます。そしてまた耕しながら、この通路に生えた草は耕して、で、またここを寄せて株元から生えている草を乗せてあげて、土を乗せてあげることによって除草をする手間が省けるということです。そして今は 4,5 センチ中央がくぼんでおりますが、だんだんと何回もやればやるほどここが中央が低くなります。ここにある土をどん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 寄せていきますので、それでこの長ネギというものはこの分岐しているところがどんどん埋められることによって、軟白化なんですね、この葉っぱが白くなる。で、長い白ネギ、長ネギと根深ネギと呼ばれるものになるんですね。これを何回も繰り返す。とても手間がかかります。とても暑い夏の間もこういった作業をですね、やります。そして時折必要に応じて防除もしていきます。今度は逆になりましたね。植え付けたところが V の字に低かったんですが、今度は中央が逆に今度は低くなって、こちらが今度高くなっていく。いずれこの中央通路は最終的に60センチぐらいまで下、深くなります。そこまで深くしても先ほどのような管理器で土上げ専用の爪をつければ、深いところの土も上にバーッと跳ね上げることができるんですね。で、今回はこれは長ネギに使用しておりますが、いろいろな作物にも使うことができます。畝を作るとき、一段ちょっと高い畝が作りたいときに、こういった一定の間隔を空けて走らせれば、ここが高くなりますので、ここへ種をまいていくですね、苗を植え付けていく。そして雨がバーッと降ったときに、どうしても畑が水が入り込んでしまうんだよという方は、畑の周りをぐるっと先ほどのような土上げ専用の爪をつけて何回も走らせれば、ここ60センチぐらいまで溝がまっすぐ掘ることができます。そのようにして排水対策なども簡単にできます。管理機一つあればですね、いろいろと用途が広がってきますね。まあ、こういった使い方を、まあ、農家はしているということで、すべて何もかもがですね、除草剤などで抑えている薬漬けの野菜というふうに勘違いされている方も中にはいらっしゃるかと思いますので、こういった一手間かけて作物を育てているという姿もですね、ご覧になっていただければと思います。で、90センチ、最後に90センチ株まで畝間で苗を植え付けていたんですけれども、最初コメントの方ですね、結構ネギ幅を使うんですねとおっしゃってる視聴者様がいました。そうですね、確かにネギとても細いのに90センチというと1メートル近くでかなり場所を取りますよね。もっと細かくていいんじゃないのと。で、こういった作業の後々のことも考えての株、畝間だったわけです。ここが管理機走らせて60センチも下がるわけですから、これが狭い場合、管理機ギリギリ通るラインで開けた場合、もうちょっと60センチとかですね、狭くしてしまうと急勾配になりすぎてしまうんです。あまりにも急勾配すぎると、せっかく上げた土も乗っからずに、またすぐに土砂崩れみたいになっちゃうんですね。雨がもう降ればバーッと降ってしまいます。落ちてしまいます。それの限界の幅というのが90センチなんですね。それ以上開ける方は畑の土がいくらか
粘土質、砂質などでもうちょっと土が上げづらいという方は1メートル20センチぐらいまで広げる方も中にはいらっしゃいますが、一般的なネギの畝間は90センチがベストです。このぐらい空いてれば管理機で走らせて土を寄せたり上げたりしても長ネギとしてちょうどいいサイズに収穫ができるほど土を上げることができるというわけです。はい、じゃあ今日は長ネギの補助から、この除草作業と土寄せの作業ですねの動画の紹介になりました。また今日の動画がいいと思われる方は、高評価ボタンを、またチャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。